どうもバナナキップです。今回は前回の続きでスタンスについてパート3になります。で、前回お話しした左肩というところについて、前回お話したように、まあ、個人個人の、まあ、好みですよというお話をさせていただいたと思います。で、今回その好みではあるんですけど、その右手の出し方によって左肩も、まあ、動くっていう動作があるので、今回はそこについてお話をさせていただこうかと思います。で、皆さん最初にダーツを構える場所、すごく重要になります。最初に顔で合わせる人もいらっしゃるかと思うんですけど、顔に合わせて投げた時と自分の腕を伸ばした前で合わせた時っていうのは、ここの伸び方が変わります。見ていただくと分かるんですけど、最初に顔の前に合わせるとこの長さなんですね。でも一番最初の段階でここで合わせるとこれだけ変わるんですよ。なのでテイクバック地点でここで合わせた人ってこれ以上テイクバックできないんですけど、ここで合わせた人っていうのはここまでテイクバックできるんですよ。で、ここが伸びるか伸びないかっていうのに準じて左肩が変わります。例えばこう構えるとここに余裕があるので左肩も自由に動きます。これを右を比較的伸ばすと、伸びると肩も一緒に動くんですね。こういう風なので、自分がどう投げるか、セッティングの段階でもすでに肩の位置ってある程度決まってしまうんですよ。なので自分がこういう風に手を伸ばして構えることで左肩の位置が変わってくるっていうのを意識して、この左肩っていうのを今後見てもらいたいなっていうのがあります。はい、で次なんですけど、左手の使い方のお話をさせていただきます。前回の動画で腰を入れたりっていう話をさせていただいたと思うんですけど、プロの方の動画を見ればある程度わかると思うんですけど、手でこっちから内側から外側にこう持っていく方もいるかと思うんですよ。こう構える。で、それは腰をひねるっていう動作をこうするのに手で引っ張ってるっていうイメージですね。腰の回転だったりとかをここで左手を使って引っ張ってあげるっていうやり方であったりとか、皆さん何気ないこの左手っていうのをあまり意識されてない方も結構僕があった中でも多かったので、どこに置くのか、どう置くのか、どう使うのかっていうのを投げるときにいろいろと考えていただければなと思います。構えたときに比較的腰を入れるタイプの人なんですね。で、腰を入れて手の位置があって、そこにこの手の位置にまっすぐ棒が入るイメージにします。自分はここに、そうすることで思ってるより胸が張れる状態で、ここに一本棒があって、ここから直線のまっすぐをイメージして、手をその直線に対して伸ばすっていう投げ方をしてるんですね。皆さんこうプロの人ってその形を作るのに何回も試行錯誤して作られてると思うので、皆さんも今構えてるスタンスの立ち方であったりとかっていうのは一個一個試してもらえればなと思います。今回はスタンスについてパート3になります。またですね、動画をいろいろ作っておりますので引き続き見ていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。